皆さんこんにちは。福島ファイヤーボンズヘッドコーチの森山です。背番号11番山津翼です。背番号34番前田洋介です。今自宅で過ごす時間が長いと思いますが、まあ、そういう時でも、ボールを使って、バスケットのメニューを練習できるように今日は簡単なものから、ご紹介したいと思います。これをやったからすぐ上手くなるっていうよりはベース基礎基本の、メニューになりますので、一生懸命やって運動が再開された時にはしっかり上手くなってるように頑張ってやってみてください。ためにフィンガーの指の腹を使ってポップします。これを左右、まあ、10回ずつぐらいしっかり指の腹でボールを弾く。はい、ボールを指の腹で細かく叩きながらチップします。でこれできる人は頭の上から足の方までボールを下げて、ボールを落とさないようにしっかり指の腹を使って細かく、できるだけ細かく弾きながら繰り返しやってみてください。ビハインドキャッチ、ボールを背中から肩を通して交互に投げます。で難しい人は背中だけ、肩を前に通さないで後ろからキャッチできる、これだけでもいいです。できる人は背中側から前に肩を越えてボールを投げれるように、この時しっかり手首でボールをスナップ効かしてコントロールします。今度はボール回し、これは単純ですね。頭から頭10回、お腹で足を回していきます。できるだけ早く、もうこれが終わった時には息が上がってるぐらい、皆さんは時間を設定したり回数を設定したりしてトライしてみてください。簡単なできるようになった人は片足立ちでバランスを取りながらやるだけでもまた負荷が変わっていいと思います。はい、ストーンをキープしたまま足の周りを回します。この時にスタンスも練習したいので中心のままできるだけ速く回す。やってほしくないのは足の方に乗ってしまう、中心のままスタンスをキープして、これもできるだけ速く、右回し終わったら左逆回しもやってみてください。同じこのパワーポジションの姿勢で8の字いきましょう。8の字、この時もボールにつられて重心が足の方に乗らないようにしっかり姿勢をキープしてできるだけ速く、前から入れるバージョンと足の外側、後ろから入れるバージョン、両方やってみてください。はい、ショットして、今の8の字を足を後ろにバックステップ踏みながら、こう、それもできるだけ速い。はい。パウンドドリブルっていうのをやります。最初は、スタンス肩幅を広げてパワーポジション、はい、でドリブルのキーワードは強く早くつくことプラスまっすぐついてほしいので肩からつけます。肩をしっかり使って強く、まずは肩から。膝の高さ、これも一緒です。肘を支点にしないように肩から下に。
ントチェンジ、しっかり膝と膝の幅ぐらいをチェンジしていきます。はい、次その姿勢のままレッグスルー、これも体の中心にボールをつけます。はい、今度はビハインド、ビハインドはお尻の下でドリブルつけるように、お尻の下でしっかりバウンドするようにドリブルします。はい、これがまずベーシックなチェンジですと一緒にやります。ドリブルタッチ、シンプルな今のフロントチェンジを使ってタッチします。空いてる手をしっかりタッチします。部屋の人がいなければ壁もしくは電柱だったり、まあ、椅子とか何でもいいです。タッチできるものをしっかりタッチします。はい、レッグスルー、まっすぐ突き出す。はい、ビハインド、フロントチェンジ、1回目より2回目を速くしたりとかリズムを変える、もう一つは幅を変える、小さいところから大きくしたりとか、そういう工夫をしてみてください。レッグスルーは足を動かすバージョンも使います。今の、チェンジを使ってステップを合わせていく。ハーキーステップしながらチェンジします。フロントチェンジ、レッグスルー、ビハインド、このミックスしてやってもらいます。はい、もう一つ、今はハーキーステップでしたけど、今度は足前後に左動かしながら、ストレッチを兼ねてボールを使う、長座にしてもらってできるだけ遠くをボール回しながら、後ろもですね、後ろもできるだけ大きく円を描くように指でボールをしっかり転がしてストレッチも兼ねてボールになれる。できるだけ遠く、はい、でこれを変えて、このできるだけ遠くに後ろもしっかり伸ばしてボールをコントロールしながらストレッチします。これぐらいだと家でもできるかなと思うので、ぜひやってみてください。はい、今ご紹介したものは簡単なものから、難しいものまであったと思いますが、まあ、制約がある中で、しっかりと、自分で、時間と場所を見つけてぜひトライしてみてください。そして、日常生活取り戻した時には、ファイヤーボンズ一緒に、皆さんとバスケットボールを通して楽しみたいと思いますので、それまで、皆さん健康で元気よく過ごしましょう。